メートルほどの鉄塔が見えると思うんですが、あの鉄塔の上にぶら下げてるその筒っていうのはですね、後ろ側にあのトレーラーとかで、袋を巻いたケーブルが、まあ、もう、可能性はあるんですけども、何をやってるかと言いますと、あのスーパーカミオカンデを、稼働してる部屋です。で、あの基本的にスーパーカミオカンデっていうのは、あの奥の方にある装置なんですけども、24時間365日動いてまして、そちらの方をこのようにあの人間がおりまして、あの実験装置の稼働とですね、監視を行ってます。これがあのイベントディスプレイしているものでして、スーパーカミオカンデというのは円筒形の装置になりまして、中にこうセンサーが、中密に、1万1000本約並んでるんですが、この一つ一つの点がセンサーになります。